はい。八神さん。ああ。わかった。月乃ちゃん、八神さん。はい。はい。違います。好きだからです。で、ん？ん？はい。月乃ちゃん。要するに自信がなかったんです。だから私は八神さんがいなくなってしまうかもしれないという怖さから、その苦しさから逃げ出してしまったんです。ごめんなさい。すみません。だが
八神さんと会わなくなったあの日、私はリベンジを誓いました。仕事で頑張って自分を磨いて自信をつけて、あなたと並んでも恥ずかしくない一人前の女性になろうって。今思えば身勝手で幼稚な判断だったと思います。だけど会わなくなってから気づきました。いかに私が八神さんのことを好きだったのか。八神さんと会えない日々は苦しくて、自分の決断を何度も何度も後悔しました。時計の針を戻せたらってどんなに思ったことか。だからそのもし私のことを許してもらえるなら、今度こそ私とお付き合いしていただけませんか。一人の女性として八神さんの隣にいさせてください。月乃ちゃん。行きましょう。